タッと混ぜます。まあパラリとね。どうもハイボール向井です。今回ハイボール向井の作る至高のポパイ、これはですね王将にあったんですよね。昔ね、今ないかもしれないですけど、ほうれん草炒めです。前ね王将レシピだと僕無種類やったんですけども、それとツインになるぐらい美味しい、これはもうほうれん草と卵と肉の炒めです。これねめちゃくちゃうまいんで、ほうれん草レシピってあんまないじゃないですか。なんで今回は最高に美味しいほうれん草レシピ、私ハイボール向井が使っていきたいと思います。リュウジのバズレシピ。材料はもう簡単です。ほうれん草です。そして豚肉なんですけども、豚こま肉でいいです。 120g ね。あと卵が3つです。であとニンニクです。ニンニク肉肉です。もう以上です。今回はね、至高のポパイということで、ポパイといったら皆さん何を連想されますかね。ほうれん草で強くなるあのポパイですね。ポパイはね、ほうれん草を食べることによって強くなるんですけど、じゃあリュウジは何をしたら強くなるかっていうのを今から教えたいと思います。ハイボール、これを飲めばもうオリーブね50人ぐらい助けられるから。ちょっとやる気が溢れすぎてました。はい、ということで溢れたやる気を飲み干していきます。いただきます。最後だ。こんなにムキムキになったところでポパイをやっていきたいと思います。まずね、先にやってもらいたいのはね、ほうれん草で、まずこの茎の部分ね。で、あとはまあ3、4等分にすればいいんじゃないかな。こんな感じでござる。で、この茎の部分皆さん捨ててるでしょ。皆さん茎ね、食えるんで、これねこうやって切り分けてください。はい。で、茎の部分ってよく洗えば食えるんですよ。これここの部分土ついてるからみんな捨てちゃうでしょ。ここね、めっちゃうまいから。しかもあの、ここが一番栄養素強いんですよ。はい、こんな感じでね。で、そして切ったらもうね、ボウルに入れる。で、こうボウルに入れると何が起こるかっていうと、ほうれん草ってね、中にシュウ酸がいっぱい入ってるんです。シュウ酸っていうのは体の中に石ができたりとか、割と悪さを働く栄養素なんですよ。このシュウ酸っていうのはえぐみとか歯がキシキシしないですか、あれシュウ酸とかそういう影響なんですよね。茹でるとすぐ抜けるんですけど、今回炒めるんで、炒める前にね、シュウ酸って水溶性なんですよ。水溶性なんで、このざく切りにしたほうれん草水につけてください。大きいボウルにね、こうすることによってほうれん草は綺麗になるし、シュウ酸は抜けるし、いいことしかないんですよ。10分か15分ぐらいやっとくと、このシュウ酸抜けてほうれん草自体美味しくなりますから、これ炒め物の時でもやった方がいい。これもちょっと置いときます。そしたら次はあのお野菜、また別で別個で切っていきますね。はい、ニンニクなんですけども、ニンニクはあの潰していただいて、こんな感じで粗みじんで、あの潰してね、スライスすると粗みじんでになりますから。で次あの卵ね、3個割っといてください。はい、3個ね。はい、でお塩を1つもみ入れて、まあ、下味をつけておきます。はい、これ下味ね。でまあもう完全に溶いてしまっていいんで。そしたら次お肉です。お肉豚こまなんで、食べいいようにちょっと切りましょうか。これざっくりと、はいはい。でここに塩コショウね、下味つけます。はい、そして酒、お酒ね大体小さじ1です。これぐらい。で片栗粉小さじ1半、これでこのお肉からの水分が逃げないんで、お肉柔らかくしちゃう。ここにさっき溶いた卵あるじゃないですか。さっき溶いた卵を大さじ1杯ね入れちゃいます。はい、あ大さじ1杯、もう1回かな。これぐらいね。でこれで卵と片栗とお酒でコーティングするんですよ、このお肉を。コーティングすることによってお肉すっごい柔らかく仕上がりますんで、これはねあのやってください。これがねあの豚こま肉でもねすごく美味しくなる、やり方でござる。はい、やっていただいてこんな感じでね。そしたら全ての下準備が整いましたので、やっていきたいと思います。大きめのフライパンに油大さじ1と半分ぐらい、これぐらい、ちょっと多めです。で火つけて熱してください。まず熱するんですよ、これ。温めて熱してください。温まってきたかなの感じは、油って温めるとこう流動体になってくるんで、サラサラしてくるんですよ。サラサラしてきたら卵入れるんですよ。はい、
で卵入れたらもう温まってますね。こうやってブクブクいってきますんで、すぐかんます、すぐかんまして、はいはい、これ全部固まりましたね。はい、ここでこの感じ、ちょい半熟、あのトロプルね、半熟多い、ね、こうなったら油追加します。もうこれ小さじ2ぐらいでいいです。はい、そしたらここでお肉炒めます。はい、さっき切った細かく切ったお肉ね、ちょっとね、あのコーティングされてるんでちょっとバラした方が、さっきもね、あの今もまあ結構ちょっと強めの中火でやってるんですけど、ちょっとほぐしていくんですよ。はい、でこんな感じになりますので、ここにさっきニンニク、はい、入れて香り出していきます。香りね、香り、これくらい火が通ったらちょっと置いときます、はい、さっきのほうれん草ね、これ水気切っとくんですよ。これもう今10分から15分経ちましたから、で見えますか、これほうれん草取った後の水、こんだけあの濁ってんすよ。これ全部臭酸出てますから、漬けたほうれん草なんですけど、ちょっとね水気切ってくださいこれね、はい、こうやって絞って切ってください。そうしないとこんなに水気出る。でギュッと水気を絞ったのはこちらでございます。はい、そしたらまた火つけていただいて、このほうれん草を炒めます。すぐしんなりすんのこれ。そしたら調味料入れていきます。醤油大さじ、まないぐらい、大さじ弱、オイスターソース大さじ弱、はい、弱ね、1あるかないかぐらいですよ。はい、酒大さじ1、酒は大さじ1でいいんですねこれね。はい、はい、入れていきます。はい、お砂糖、もう軽く一つまみね、甘み入れたいんでね、はい、あと味の素が2振りね、これで味を整えていきます。醤油の角も取れます、オイスターソースと。でこれ入れていきます。でもうこっからは強火でいいです。でほうれん草しなっとしてきました、しなっとしてきました。でここに最後にさっきの卵ですよ。はい、卵入れてガッと混ぜます。はい、で最後にこのごま油小さじ1杯、あえてこれでポパイ、仕上げにコショウ入れましょう。はい、はあ疲れた、はあ疲れた、はあ疲れた、もう本当に中華料理なんで。はいはい、いいじゃないですか。おボリューミーだね、パラリとね。ちょっと今日は酒もあります。まずスパイシーにいきましょう。はい、こちらで至高のポパイ完成でございます。それではいただきます。いただきたいと思います。あ、これ、うまっ。これはね、ほうれん草のうまさやばい。半熟カレー粉も絡まってるんだけど、タレがね、そこまで主張しすぎずにね、ほうれん草と卵とお肉のうまさ引き立ててる。ほんとちょうどいい。これご飯ももっこりいけるな、これでね、ハイボールに合います。これはうまい、これはうまいよ。これは、よしいってる。ラー油です。これはもう鉄板でしょ。もうハイボールにはラー油。うまっ。全てが最高に整ってる。食べたことないと絶対食ったからよ。なるほどね。あすまれのんべえの森。いらっしゃいませ。いただきます。いただきます。ほうれん草うまっ。うまっ。この下の汁米にかけたいですね。確かにね。これは。これうまいな。めっちゃうまい。
一人一皿で、ね、いやまずそのレベルですいやいやいやもうね鍋振るのが大変これはやばいぶっちゃけもうこれと飯でいいよ本当につまみとしても活躍するし普段の食事取り入れてもいいと思う千葉県産のほうれん草は1月2月が旬らしいからこれからがじゃあ最高のほうれん草をこのポパイで皆さん召し上がってくださいということでもう今日の撮影は終わりもう2本目だけど俺酔っ払ったからもう終わりありがとうございましたお疲れ様でした失礼しました